皆さん、こんにちは。こんにちは。ただいまご紹介に上がりました岐阜県は水戸市からやってまいりました冬楽勝です。今年のテーマは、笑う門には柿来たると言います。これから、笑いと家族と冬柿を皆さんにお届けしたいと思います。さて、家族といえばあふれる笑顔。さあ、それでは演舞の方行ってみたいと思います。さあ、冬楽勝2013、笑う角には柿来たる。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。笑いの絶えない瑞穂の家族、笑う角には冬がき。それでも毎日笑顔のはい、お母ちゃん。元気いっぱい瑞穂の子。あ、それ。はいはい。よっ、ドッキリ雨雲びっくりどしゃ降り、それでも僕らは遊ぶのさ。はいはい。お天道様よ、雷様よ、カラスが鳴いたら帰ろ。笑う角から柿来たれ。僕らはこの日を待っていた、はいはい、あの子もこの子も寄っておいで、よっ、にっこり笑顔が満開さ。さあさあ、食べるは柿さ。食べたら笑え、柿の手を変え、柿の手を踊れ。ありがとうございました。ありがとうございました。